伊藤清貞6月28日から1972年7月27日は、荒羅木派の歌人。短歌結社、美智派、創立者。山梨県北駒郡出身。本名は、伊藤一種。妹の権藤花代は、唱歌、七夕様の作詞者で、童謡詩人。山梨県北駒郡穴山村に、父、友重、母、やよの長男として生まれる。1906年山梨師範学校を卒業。母校の穴山尋常高等小学校、山梨師範学校附属小学校に勤める。浅川白鏡は、同僚で、師範学校の学生時代からの親友。1908年に甲府市に転居。1913年、大正2年には29歳の若さで山城尋常高等小学校校長となる。1920年、血不すり患により入院した。生死をさまよいながらも一命を取り留めたことで人生観が大きく変わる。一旦西洋生活に入ったが、1923年、山梨師範学校の嘱託教師として教壇に復帰する。在職中、教科書掲載の斎藤茂吉の歌に感銘を受け、短歌を作り始める。雅号の生さらは、蘇るという漢字の部首を分けたものである。1926年、短歌結社、荒羅木に入会。斎藤茂吉を生涯の師と定め、茂吉の教えを受けひたすら作家に没頭した。大正15年11月号から荒羅木例。昭和2年4月号から茂吉選による。戦前、作家活動と並行して山梨県教育会機関紙、山梨教育の編集発行も手掛けている。歌人として生きる決意を固めた生さらは、1935年、短歌結社、美智派を創刊、主催する。道芝とは、力芝のことで、道端にあって、しっかりと根を張り容易に引き抜けない丈夫な草であることから、会の名称とした。機関紙、美智派の表紙見開きページには、4項目の美智派信条が掲げられ、その最初には、万葉を旨とする華道に来る者のみの集費とせむ、と記されている。奥付けによると、東京支部は、妹の権藤宅となっている。生さらの短歌の特質は自然詠が大部分であり、写生を貫いたが、表現は平明、素朴でぬくもりと強靭さがある。また、教壇に立った経験から後進の指導には定評があり、多くの優れた歌人を育てている。会員は山梨県内はもとより近隣諸県に及び、台湾支部も設けられた。1964年7月、美智派30周年記念臨時増刊号には、会員数517名の名簿を掲載、名実ともに、昭和期における山梨県内最大の短歌結社となった。会員の寄稿からは、表一として、情の深い生さらの人柄が伺える。1972年、甲府の自宅にて88歳で他界。生さらの死後、美智派は、さらに発展し、会員数650名に達し、昭和61年11月号の出英者は約400名となっている。しかし、同年、選者の大森光子が急逝の気を捉えて、元新聞記者の歌人が、同新聞の歌壇選者のポストから、美智派を外した。このことにより、新入会員が減り、短歌人口の減少等、時代の趨勢なども相まって、その後、美智派は、徐々に、会員数が減り、2018年には習慣となる。83年間の長きにわたり発行された同人誌は全国的に見ても稀であり、山梨県短歌界に大きな足跡を残した。山梨県史19巻の短歌の項には、伊藤清貞21首、山崎邦題12首等、県内出身の主要歌人の短歌が掲げられている。ちなみに、生さらの長男は、夭折の歌人、伊藤健一で、短歌結社、水垣が、中村美穂選による、伊藤健一歌集、昭和8年を出版している。ありがとうございます。